25g 使いましたね。25g、 あんなんで 25g かい。はい、そんなもんかい。総量が280なんで、うん、だから今255だから25g。 おお、じゃあほとんど使ってねえぐらいだよな。 25g だったらな、うん、大した量では全然ないね。じゃあここから増粘剤から入れていきます。はい、100でやるとき大体80とかだったんで、うん、まず 10g ぐらい入れます。うん、そうすると混ぜたものがどのくらいあるって。これで 10g 入れると総量で265になります。ああ、取材と硬化剤を混ぜたものが260 255 255 250ね、大体ね。まあ大体、そうするとベースレジンが200以上あるってことか。そうですね、うん、今までのあれだかね、あのメンテやったあの量から見ると、はい、250だとすると結構量多いやね。そういう意味でするとね、だいぶあれだよね、使い出があるってパターンだよな。ちょっともう、うん、まあ、こんだけ広ければこうやってヘラで回せるんで、うん、ヘラでしょ。増粘剤だからな。増粘剤だ。やっぱあその容器が大きいだけあって増粘剤もあれだよな、操作しやすいよな。かなりやりやすいです。うん、やりやすいし、やっぱりこう目でどこが混ざってないか分かりやすい。うん、うん、大正解だな。大正解です。うん、慣れてきたらやっぱりあれだね、大正解だね。やっぱり量が多いんで、うん、10g ぐらいじゃ全然粘りが、うん、うん、でもパーライト入れると全然違うよ。でももうちょっと入れたい。うん、まああとは砂だね。で 10g やったからどうすかな、うん、もうちょっと 4-5g ぐらい入れちゃいます、うん、これで 15g 入れたことになります。うん、15だったらあれだよな、あちょうどいいぐらいの量になるかもしれない。うん、パーライトはねあれだよ、やっぱボソボソだよ、雷起こしだから。砂入れ、砂の割合が多い方がいいかもしれないよ。うん、かもしれないですね。うん、バーライトは本当気持ちだけ、うん、あそこの辺はやっぱりあの砂の方がモルタル、砂でモルタル作った方が強度は出るよ、うん、パーライトよりは。うん、オッケー。砂入れてあれだがね、混ぜてみればいいがね、混ぜやすくなるから。11時、7、8分前だね。7、8分前、うん、11時まで、は十分使えるよ。ああ、うん、もうちょい欲しい。うん、あと 3g。 いや、増粘剤はいいと思うよ、砂とパーライトで。18ですね。うん、増粘剤 18g か。はい、はい、1の1が 25g レジンで 250g で、255g の、はい、取材プラス硬化剤に対して増粘剤を、増粘剤を何グラム入れたん、トータルで。18g です。18g ね。はい。18g入れました。はい。で、次が砂、パーライト、どっち？砂から入れます。はい。砂、とりあえず 20g 入れました。はい、20g。はい。増粘剤と同じぐらいの量、だいたい入れるんだね。そう、いや、もっと入れますこれ。あ、もっと入れるか。まあ、とりあえず20だけ入れた感じなんで、うん、ああ、とりあえずね、第一段階でね、とりあえず 20g でこんな感じなんで。ああ、ほんとに全然影響ないんで、はいはい、まあそうだね、砂だからね、比重重いからね。まだまだ入れます。うん、もう20ぐらい入れてもいいかな。まあそうだね。はい、うん、
あ、ちょっとかなりいっちゃったんで、もう25位出ました、うん、総量45ですね、はい、2回目が 25g ね、はい、2回投与で、で、そで砂利が全部で45g、はい、バーライト入るかな。まあバーライトは入るんだろうけど、バーライト入れてから考えましょう。うん、でもバーライト入れる必要もないぐらいかもしれない。ああ、これだとバーライトかい。じゃあバーライト入れてみます。うん。うん、ちょっと風体が合わない。バーライトは。10g、 はい、いいかないいんじゃない、いいですね、これでいいでしょ、うん、いいと思うよ、10g です、 10g でね、はい、うん、パライト少ない方がいい、うん、このくらいの量はいいと思うよ、うん、ですね、これでいいと思います、うん、これでいいと思うよ、はい、OK、 はい、じゃあ混ざったんで、はい、じゃあ壁の隙間